こんばんは。 TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今はですね、47都道府県のでスケボーする旅っていうのが終わった後の1ヶ月ちょいぐらい経ちました。はい。今回は長野県行きます。長野県、長野県のスケートパークを、2日かけて点々とするっていう、そういう動画です。僕長野県好きなんですよ。長野県、景色もいいし、標高が高いんで、とても空気がいいんですよね。空気がとてもいい。いるだけでなんかこう、すがすがしい気持ちになれるっていう、素晴らしい場所です。はい、長野県。まあ、例によってまた一人なんですけど、誰かを誘うのってめんどくさいんですよね。誰かを誘ってこう、連絡を待って、いついつ行ける、いついつダメだわ、みたいな、やりとりがめんどくさいんで、行こう、もうポン行っちゃおう、みたいな、そんな感じなんですよね。逆にいつ空いてるみたいな感じで誘ってもらえればね、そこに合わせて行くんですけど、僕から誘うことがないっていう。なのでいつも一人ぼっちです。はい。今回完全に思いつきでどうなるか全く予想がつかないんですけども、まあなんかね、長野でスケボーしてる動画を撮れればなっていう感じです。でね、まあ47都道府県の旅ではやっぱ次の日のこととか、怪我したくないなとか、時間がないとか、まあ、いろいろ考えることが多かったんですけど、まあ、今回ね、そんなに別に一軒のパークに何時間いようが、どうしようが、そんなになんか時間に追われたり、ね、してないので、まあ、今回はね、もうちょっとなんか面白いところを攻めれたり、なんか見たことね、あ、寺健こんなことできんのか、みたいな動きを取れたらなと思います。まあ、また明日というところで、はい。では、また明日、お楽しみに。はい。というわけで、無事翌日なので、で、もうパークの駐車場いるんで、スケートパーク滑っていこうと思います。佐久ミレニアムパークかなっていうとこです。それでは滑っていきましょう。はい。というわけで、佐久平、なんだっけ、ミレニアムパークかなでした。前回来た時、アップレールを全流しできなかったんで、まあ、今回は目標を達成したということで、もう思い残すことはないです。次は、こっから少し離れたところに、もう一軒スケートパークあるんで、そっちの方に向かっていきたいと思います。
わけで松本市のスケートパークでした。なんか体育館の近くにあるんですよね。で最後のテールスライダーのくの字になってるとこで2習うといけるかなと思ってやってたんですけど、思いっきしこうガーンって引っかかった時に腰がグキってなってやめました。それで引き返してきました。まあ多分大丈夫だと思うんですけど、まあ明日これでね、なんかじわじわ来て動けなくなるみたいなパターンもありえるので、もしかしたら今日で終わるかもしれないっていう、そういうお話でした。安静にして、ご飯でも食べて、寝ようと思います。というわけで、長野1日目はこれにて終わりになります。明日はどこ行くかわかんないですけど、多分諏訪ら辺に行って、
家帰るのかなっていう、そんな感じです。というわけで今日はこれにて終了となります。では長野2日目お楽しみにというところで、以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。